電房駅は大阪府大阪市小野花区電房3丁目にある阪神電気鉄道阪神南波線の駅。駅番号は HS47。阪神南波線が電房線として開業した当初7ヶ月間だけ終着駅であった。かつて電房駅の駅名のローマ字表記は電歩ではなく電歩となっていた。しかし2009年1月から2月にかけて新たな 地上の駅名標が新設、更新され、同時に小文字混じりの、電波という表記に改められた。旧駅舎ホームも立地上に、相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。1階が改札、2階がホームとなっている。バリアフリー化工事が実施されたことで、2010年3月27日からは、 改札内に各ホームと連絡するエレベーターが新設され、トイレも工事前は男性用が南馬方面ホーム上に女性用男女兼用多機能トイレが1階に設置されていたのを1階に集約している。現在の駅舎は2010年2月頃に完成したもので以前の駅舎は南馬よりの道路に面したところより神戸方面側の奥にあった。改札口は1箇所のみで、 ホームの南波寄より端に通じている。ホームの有効長は128メートルで19メートル級の阪神車両の6両編成と21メートル級の近畿日本鉄道車両6両編成に対応している。実際には校内に上記の乗り場番号表記はないが公式サイトの校内図並びにスマートフォン向けアプリ、阪神アプリの行き先表示機能では上りホームが一番線。 下りホームが2番線とされている。2019年時の1日平均上行人員は8389人である。近年の1日平均上行乗車人員数は下表の通り。ありがとうございます。